私も潤い欲しい。クチャのシャンプー使っているの。え、クチャっておばあが昔使ってた粉のやつ？そう、私も傷んでたけどクチャ使ってからハリとボリュームが出てきたの。すっごいツヤツヤだよね。琉球コスメハウスでトライアルセットがなんと1200円。お求めは浅田十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。12日木曜日午前11時を回りました。ミッシーテタヤが FM 那覇カルチャンプルーの沖江通りスタジオから1時間生放送でお送りします。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、離れたくても離れられない沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、お寿司もお刺身も食べ放題飲み放題居酒屋アパラギ、あなたの生活に健康を足し算、1たす2たす10たす、うまい安いでかい沖縄県内9店舗ジャンボステーキハンズ、お一人様も大歓迎ラウンジオンザロード、そして今日の衣装は浮かれた熱帯夜と君の唇の提供でお送りします。始まりました。神奈川県出身沖縄在住8年の今日も明日も25歳、長谷川みすずこと浮かれたパーソナリティミッチーです。今日もゆたしくうにげさびらということですね。今日はですね、あれですね、曲が違うっていう、なんかねパソコンが変わっててですね、 FM 那覇のパソコンが変わってて、オープニングの曲がね、入っていなかったのでびっくりしました。確認不足でした私の。ということでですね、同じサラサジさんの曲の、この曲をかけてみました。皆さんの好きな、そんな感じで今日も1時間お送りしたいと思いますが、何でしたっけ、毎週木曜日のコーナー案内いきましょう。毎週木曜日は酔うだけではもったいない泡盛の世界、700種類を超える貴重な泡盛に出会えるバー、泡盛倉庫久米八番街4階にあります青森倉庫店長の比嘉さんを今日もお招きして、お届けしたいと思います。そして今日さらに、ゲストをお招きしてますので、その方も後ほど紹介したいと思います。ツイキャスからコメントありがとうございます。早速、カズマさんお茶ありがとうございます。そしてタチさんもお茶ありがとうございます。こんにちは。そしてジュンさん、このスタンプは何ですか、ケーキですかね、ありがとうございます。そしてライチさん、台車だからカーラジオ不調、おなるほど、おはこんちということで、じゅんさん、ランチの時間帯オーディエンスグッドモーニング、ちょっぴりしなびた中年やいびん自己紹介ありがとうございます。本当にもう2回も入ってますよ、しかも恐れ入ります。ミッシーでタイヤが出ます。世界中から見て聞けます。パソコンからもスマートフォンからも FM 那覇で検索するとトップ画面のど真ん中に生放送中の動画が今現在流れているので再生してみてください。そして今ラジオ聞いてるけど後で映像も見てみたい、今日はラジオもネットも聞けないけど見たいなって思ってくれてるあなた、そんなあなたのためにこの番組はちゃっかり録画してあるので後ほどゆっくり見れます。 YouTube で FM 那覇って検索してください。その際せっかく YouTube で見てくれたのでポチッとチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。皆様からのメッセージお待ちしてます。メールアドレスはタイヤーがアットマークfmnaha.jp tayaga@
fmnaha.jp 皆様からのメッセージをお待ちしています。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ジャンボステーキハンズ横ラウンジオンザロードは夜8時から夜中2時まで張り切ってやってます。俺はテンダーロイン。僕はランプ。私はオリジナルソース。大変、脂肪で覆われた柔らかいテンダーロインときめが細かく味に深みのあるランプが決定です。って憎い。もうダメ、二人ともこんがり焼けちゃって。仕上げは20種類以上の素材を使ったフルーティーな甘みのソースでみんなの旨みを引き立てて美味しくなるのにね。うまい、安い、でかい。県内9店舗ジャンボステーキハンズ。あー、ライブ最高に良かったね。やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ。私もギター持って歌いたい。マジ？じゃあギター買わないとでしょう。だよね、まずはギター買わないとだよね。とりあえずあそこ見に行ってみる？あー、あそこね。あなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店。さて早速ですけども最初のコーナーに行きたいと思います。酔うだけではもったいない泡盛の世界。700種類を超える貴重な泡盛に出会えるバー泡盛倉庫。泡盛のストーリーや作り手の表情を伝えることで泡盛に心を宿します。久米八幡館4階にあります泡盛倉庫店長の比嘉さんにご案内いただく今週の泡盛の世界は。ということで比嘉さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。比嘉さん、昨日は、はい、何時間ぶりかな会うの。そうですよ ね多分 4,5 時間ぐらい前まで一緒にいましたね。ね、飲んでましたね。久々にありがとうございます。ございました。そして比嘉さん、今日は素敵なゲストをお招きしてるんですけれども、はい、どうしましょうか。比嘉さんの方からじゃあご案内いただきましょうかね。はい。はい、お願いします。承知しました。青森倉庫でもすごく愛用させていただいておりますジャーナキッパン店さんの冬瓜漬けや、はい、キッパンなどをもう100年以上にわたって手掛けているジャーナキッパン店さん6代目のジャーナ久野さんにお越しいただいております。はい、佐野さん、ようこそ。おはようございます。こんにちは、おはようございます。マイクがもうちょっと前へとも大丈夫ですかね。あ、はい、はい、あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。佐野さん、相変わらず今日も顔ちっちゃいですね。ありがとうございます。ね、比嘉さん、本当にね、間違いないです。この間実は比嘉さん、先週が12周年ということで、はい、私最終日の土曜日にお友達と行かせてもらったんですけども、はい、その時にギリギリジャーナキッパン店さんの代表久野さんにお会いすることができまして、ちょうど帰る時だったので私がね、比嘉さんに、はい、比嘉さん、久野さんに挨拶したいです、挨拶したいですって言ってちょっといいですかって言ってね、急いでる中ありがとうございました。とんでもないです。お声かけありがとうございます。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。FM 那覇ではですね、実はジャハナキッパン店さんの冬瓜漬けが比嘉さんのおかげでとても有名になってまして、そして冬瓜漬けといったらこれまた比嘉さんのおかげでつけ食べ。青森につけて食べるっていうのがこれまた流行ってまして、はい、冬瓜漬けが本当にこの比嘉さんのおかげで食べてる方ってすごく FM 那覇では多いんですけども、どうしました比嘉さん。恥ずかしいです。本当にも本当ですか。冬瓜漬けの存在がすごく大きいので青森が、そうですね、今生かされてます、おかげさまで。もうお互いがこうやってなきゃいけない存在っていうのがよくわかりますけども、はい、この間の一緒にいた方もすごく喜んでまして、ありがとうございます。本当にもうよくお店の前を通るらしいんですけども、松尾ですよね、はいはい、松尾にありますジャハナキッパン店っていうこのショップがありますけども、その前をよく通るらしいんですけども、あまりなんていうの、キッパンはしてたんですけども、まあ、通るだけで入ることはなかったんですけど、この間比嘉さんの12周年の青森倉庫行って初めて食べた時に、なんで今まで食べなかったんだろうって後悔をしたみたいです。逆に良かったなと思って食べていただいたと思って、はい、そんなじゅんさんから、コメントが来てますね。ツイキャスからありがとうございます。久野さんのことを久野って言って叫んでおりますけども、この間私と一緒にいた男性の方なんですけども、青森倉庫では
ね、どういうこと？漫画の買い取りもいたしておりますって。これも漫画倉庫ですね。すみません、こうまね、はい、楽しい会話ですね。ツイキャスでどんどんお客様がコメントを投げてくれているので。あ、おかしい。あ、日賀さんも見てくれてるっていうことで、 あ、はい、あ、 ありがとうございます。それちょっと嬉しいですね。ライチさん、ありがとうございます。青森倉庫行きたいということで、この間にご挨拶してくれましたね、はい、ライチさんとね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、前置きが長くなりましたが、今日は茶花吉飯店の代表久野さんをお迎えしてお話を伺いたいと思いますけども、日賀さん、じゃあちょっとどう、いや、日賀さんに振るなって。いい、もう主役なので。それで久野さんの方からこの茶花吉飯店さんについて少し詳しく話してもらってもいいですかね。はい、ありがとうございます。今日は日賀さんよろしくお願いいたします。はい、そうですね、うちはもう100年以上、はい、冬瓜を原料にしたお菓子を作っておりまして、はい、そのお菓子が冬瓜漬けというお菓子なんですね。はいはい、でもう一つ、吉飯といいまして、はい、県産のおみかんを原材料にして作ったお菓子があります。この2種類を作っております。はい、はい、でもともと琉球王朝時代に王様しか口にできなかったと言われるお菓子でして、はいはいはい、で今ではこの2種類のお菓子を作っているのは私たち一軒となっております。はいはい、もう茶花吉飯店さんのみの取り扱い。そうですね、はい、素晴らしいですね。いえ、とんでもないです。あれですね、すごく手間暇のかかるお菓子なんですね。はいはい、で吉飯に関して言えば、はい、皮を剥く作業からすべて手作業で行いまして、うん、はい、でその出来上がるまでに6日間かかるんですよ。もう本当に手塩にかけて、うん、手間暇かけて、はい、大事に大事に作られたお菓子なんですけども、はいはい、で冬瓜漬けも同様に、うん、すぐ1日でできるものではなく、うん、2日間かけて皆様の口に入るっていう感じですね。はいはい、ありがとうございます。今ちょっと上、はい、の方を見てるんですけども、はい、琉球王朝伝統のお菓子吉飯は300年ほど前から中国の福州から沖縄に伝えられたと言われているっていう、琉球王朝時代はもう王様とかがも食べてたっていう、口にしてたってことですよね。はい、あと高貴な方しか口にできなかったと言われるお菓子で、一般庶民がこう手に取れるようになったのは明治時代以降と言われてます。あ、なるほど。はい、それのきっかけって何だったんですかね、この…そうですね、はい、きっかけ、ね、本当砂糖自体がもともと青森もそうですけど、はい、すごく、はい、何でしょう、手に入らないものでして、はいはい、ね、貴重ですよね。うんうん、本当ですね。吉飯はやんばる産、沖縄本島北部地方の川淵、すみません、川淵って何ですか。はい、川淵っていう、うん、種類のおみかんなんですけども、先ほどおっしゃってましたね。はい、で、クネンボなど、クネンボ、はい、香りの良い柑橘類を主原料とした、うん、琉球のお菓子って書いてあるんですけど、はい、みかんの皮を剥く作業から吉飯が完成するまでに、先ほどおっしゃってました丸4日、はい、6日ですね。6日、はい、丸6日を要して炊き上がったみかんの果肉を練り具合の見極めなど、熟練した職人の目で、一つ一つ確かめながら作っている、はい、ということなんですけども。そうですね、うん、みかんの皆様が食べないこの何でしょう、はい、お店の方では果肉と呼んでるんですけど、はい、こう皮を剥いて果汁も取り除いた後のこの白いふさふさした部分、はいはいはい、わかりますか、はいはいはい、想像できますか。はい、わかります、わかります。あの部分を練って、うんうん、ではいはい、はい、お菓子にしてますね。なのですごくいい成分が入ってるんですよ、実は。あそこの皮が一番栄養がね、皮綿の部分が、皮は取りますよ、うん、皮は取って綿の部分が一番、そうですね、綿、はいはい、だからみかん食べるときに皮を剥いたときにこのよく筋を取るってますよね、はい、それが一番栄養があるって言ってますよね。まあ、そう、皮と、うん、皮を取り除いて果汁も取り除いた、この5ミリ 0.5 ミリほどのこの部分、あ、もう本当に、はい、みかんを仕入れるのは、うん、ジュースとかが、ね、果汁が欲しくて買うのではなく、うんうん、この皆様が食べないこの綿の部分を、まあ、そう、はい、そこを
使ってお菓子にしてるんですよ、はい、なるほど。ちなみにこの一つ作るのにそのみかんは何個使いますかね。はい、もういい質問です。めちゃめちゃあれですよ。ですよね。もう本当ぶ、はい、ぶどまりが悪いというか、うんうん、うちなみにもう言いたくないぐらいの本当に本当に、まあ、相当使うっていう、もうこれ、うん、商売にならないですよね。もしかしてみかん専用の倉庫とかあります？みかん、あの、はい、そうですよね、そうなりますよね。そうですね、そうですよね。本当にこの、うん、これだけみかんを仕入れて、うん、はい、そのうちのどれぐらいの切板ができるかって考えると、はい、ですので、うんうん、あの本当に王様は、はい、わ、優雅な暮らしをしていたんだなっていうのが。なるほど、そういうことですよね。はい、はい、すごいですね本当に。ちょっと今私あの冬瓜漬けを今見てるんですけども、冬瓜漬けは、小さく切りお茶漬けにも最適って書いてあるんですけど、お茶漬け、はい、お茶漬けですね、お茶漬け、はい、失礼しました。お茶漬け、お茶漬けでも、はい、どうぞぜひ。ごめんなさい、はい、美味しいですきっと。ちょっと誰か老眼鏡持ってきて。大変失礼しました。お茶漬け、あのね、お茶受けも本当そうですし、このおやつの時間とかもそうですし、この比嘉さんのこの青森と一緒に食べるっていうのも、これ比嘉さん、はい、この青森と一緒に食べようと思ったきっかけって何ですか？きっかけ、いや、まあ、はい、青森を好きになって文化とかをこう掘り下げていくと、うん、間違いなく地花焼き、まあ、やっぱり冬瓜漬け、やっぱり、うん、宮廷菓子、あのデザートが多くの品目出ますよね、うんうんうん、その中に切符や冬瓜漬けもあったっていうのはやっぱ文献上も出てきますし、はいはい、でも何より世界、まあ、いろんなアルコール大好き でやっぱりウイスキーとか高い度数には甘いものが合うっていうのは、わりかしこのお酒好きな人の上流酒ファンではもう、はい、何でしょう、イコールだと思うんです、方程式、もう甘いものと高い度数は相性がいいっていうのはすごく理にかなっているので、出、はい、ましたね、はい、ああじゃあ沖縄最高の砂糖菓子があるじゃないかって、チョコレートと合わせなくても、ありがたい、本当にありがとうございます、ね、何をしても逆にあのずっと本来されていたことですよね。なるほど。それをちょっとあの別に青森倉庫がやり始めたわけでもなくて、だそれをちゃんと伝えることが、まあ、ゆっくりできる環境でたまたまある、で本当にあの逆に言うとこんなに手間暇かかる手仕事の作業をもうまさに100年以上続けてくださっているからこそ、そう青森がすごく助かっているっていうのはありますので、感謝なんです、いつも。私あの実は質問があるんですよ、はい、ぜひぜひ。いいですか？はい、もちろんです。あの、うん、比嘉さんに、比嘉さんに、はい、はい、あのフェイス、最近のフェイスブック、はい、周年祭ありましたよね、はい、青森倉庫さんで、はい、はい、それであの私あの土曜日に、はい、実は10月7日土曜日お会いした時に、はい、うん、はい、あの7日にフェイスブックをアップされてまして、はい、で冬瓜漬けになりたい点点点って書かれて、ね、うん、見ました見ました、冬瓜漬け、うん、すごくこうなんでしょう、すいません、いや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 、どう嬉しかったですね、あの、うん、そのなんか真意と言いますか、そうですね、はい、あの Facebook で告知させていただきまして、はい、でそれでそのいろいろ最初にご案内を流したので、これから冬瓜漬けになりたいと思う会場だとちょっと長すぎると思って続きはあんまりそこでって、はい、書いたものの結局あの場でも、まあ、ちゃんと久野さんにもお話できなかったので、まあ、そのぜひぜひ電波を借りて、電波を借りて冬瓜漬けになりたい真意はですね、はいはい、そうですね、いやもう、うん、単純にもう素敵すぎるんです、あの、はい、なんでしょう、青森の立ち位置もそうでありたいと思うんですけど、結局はこうその人と人とがより満ちたこう幸せな空間を演出したりとか、楽しみたいとか おもてなしを受けるっていう中で、うん、まあ、食があったりとか、はい、その彩る器があったりとか、実は主役って人と人なんですよ。で、かたや青森ってこう好きになればなるほど青森青森ってなってしまうところも、うん、でまた外から見るとそれがなおさら青森飲めないしとかって、はい、お父さんが何言おうと別に青森ダサいしとかって思われてしまうこともあったりするじゃないですか。冬瓜漬けのポジショニングって、うん、もうずっと伝統として変わらない基盤がずっと続けていらっしゃって、はい、今日まで、はい、でそれがすごい洗練されてる。初めてお店にお伺いした時に、うん、もうどこの京都の老舗がしてんだろうと思ったんです。なんかこう文化ってこうアバウトな表現ですけど、私なんかやっぱり磨かれて削ぎ落とされていくものだと思ってるので、それってやっぱすごくかっこいいと思ってるんですよ。なのでこうこんなにもこう身近に佇んでいて、それに触れた瞬間にそれがものすごく輝くというか、まあ、何でしょう、青森もそうですけど、まあ、あの、まあ、恐れ
まあ、ちょっと言葉をちょっとそうですね、はい、選びますけど、例えば冬瓜漬けって主役じゃないかもしれないじゃないですか。言ってしまう、例えば最近もコーヒー菓子とも合いますよって選手権があったりとかするように、うん、それの沖縄代表として冬瓜漬け選ばれてましたけど、うんうんうん、そう、何かをすごくこう際立たせてくれる存在で、単体でもこれだけ魅力的 で、はい、で何かというのがこの、まあ、ずっと王様とまさに青森とその冬瓜漬けを楽しんだ世界があるんですけど、それは王道であって、だけど今の時代だと例えばチーズと他の文化ともさらりと融合してしまう、うん、よくあの久野さんからもご紹介いただいているジョンさんって南城市でチーズ作っている方がいらっしゃいますけど、うん、はい、の彼のチーズと冬瓜漬け合わせたら本当に幸せな世界が広がりますし、なんでしょうね、うん、このさりげなく隣にある本当に最高の名脇役っていう言葉が失礼なのかわからないんですけど、うんうんうん、こんなに際立った存在で世界中のどのジャンルの文化とも対等に渡り合える。なるほど。いや、なんかこういうポジショニングになりたいなっていう、こうどうしてもこう私こうずっと今喋り続けてるじゃないですか。なんかだん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 こうちょっと強すぎないかなとかって思うわけですね。大丈夫ですよ、本当に。とっても伝わりますよね、皆さんの話し方っていうのは。それで冬瓜漬けになりたいっておっしゃったんですね。そう、なんかこう昔なんかのドラマとかでも本でもありましたね、うん、私は貝になりたいとかなんとかなりたいみたいなありましたけど、はい、あれの文脈とかけてもう単純にそういう冬瓜漬けのような存在とかになりたいなってい う、はい、こうそういう私が、まあ、受けている思い描いているこう冬瓜漬けのそうですねイメージから、あの私もそのフェイスブックで冬瓜漬けになりたいって見たときに、この比嘉さんの思いがもうすっごくこの一言に出てるなっていうのが伝わったこれはすごかったですよね、はい、その発想自体がっていう、はい、すごくあの私の記憶にも残りますし、本当にもう本当に大事にしてくださってるんだなっていうのが伝わりまして、はい、でもっとやっぱり私たちも気を引き締めて、はい、あのお菓子作りに真摯に取り組んでいきたいなっていうのがさらに周年祭に参加して感じました。しかも最終日の日、はい、最終日大取りを、はい、いえ、とんでもない。いや、もう本当に嬉しかったんです。もうお忙しいですし、うん、あの、はい、やっぱりすごく手間暇のかかるお仕事で、なおさらまた家庭もあって、その中でこう、ね、また来ていただけるっていうのは本当に、しかも遅い時間まで、うん、本当ギリギリまでいてくださったので、あっという間にもう時計見たらえ、もうこんな時間っていうのがあって、はい、12時ぐらいでしたね。そう、もう結構過ぎて、うんうん、はい、びっくりしました。もう、もう30分ぐらいの感覚で私はいたんですけ ど、 なるほど、もう本当にお客様との会話が楽しくてですね、ありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございます。私がこの比嘉さんにこのコーナーを作りたいって言って、このなんか口説いた時にですね、7月頭から今出てもらってるんですけども、うん、その時からずっと冬瓜漬けの話をしてくださってるのではいそうなんですね。そうそうそうですね。もういやもう、はい、うん、頼ってます。いやいや、とんでもないです。本当に青森倉庫さんから素敵なお客様が、はい、はい、松尾のお店にも本当に足を運んでくださいますので、はい、いらっしゃった方はご存知のように、うちは国際通りから上に上がると、はい、結構坂、緩やかな坂なんですよね。そこをわざわざこう、はい、なんでしょう。ああ、はい。上をゆっくりゆっくり登って来てくださる方もいらっしゃいますので、はいはい、そういう何でしょう、わざわざ来てくださることにすごく感謝ですし、ね、本当にあんなちっちゃな店なんですけども、うん、本当に来てくださって感無量です、はい、もう本当に比嘉さんのですね、愛がね伝わるんですよね、皆さんに。それが足を運ぶっていう風につながると思うんですけども、ね、本当に青森倉庫さんで召し上がって味をね理解してくださってるので、ごもっともです、はい、はい、でもうこちらも説明する間もなく皆さん、なるほど、はい、そっか、もう全部知った上で全部知った上でそっかそっか買いに来てくださるので、すごく、はい、言いましょう、うん、ありがとうございます。いやけどせっかくなので、うん、佐野さんがいらっしゃるのいろいろとやっぱり私も聞きたいことが、うん、あ、はいはい、ぜひぜひ、お、はい、いいですね。これやっぱりこの宮廷菓子でやっぱりもう変わらない、もう昔から続けられているものと同時に、うん、また本当に最近アソートだったりとか、はいはい、このいわゆる冬瓜漬けにお抹茶がこうそうコーティングされたりとか、きな粉だったりとか、うん、本当にチョコレートでコーティングされたりとかって、これって一体いつから始まったりとか、ま、それってどういうところからその発想が来たんだろうなっていうのはすごくありまして、はい、そうですね、まあ、簡単にまず私の自己紹介からしますと、はい、実は
ミッシーさんと一緒で、はいはい、8年前に あのイギリスにずっと住んでたんですよ、私、はい、あのロンドンの方に住んでまして、はいはい、でそこで、まあ、仕事もして、はい、出産も経験をして、うんうん、で実家があのこういうお菓子屋さんですので、はいはいあのはい、戻ってくるつもりはさらさらなかったんですけど、あじゃあ8年前に戻ってくるまではその、はい、イギリス一切というよりももちろんあのお菓子作りっていうかこう家業がそうですので、うん、あの祖母の代から身近に感じておりまして、うんあはいはい、あの祖母の作ってる姿はもうずっと眺めておりました、うん、ですが私には私なりあのなんかやりたいことがありまして、はいはいはい、でそれでずっと、まあ、海外で仕事をしたいっていう夢が叶いまして、うんはい、ロンドンで仕事を運よくあの、はい、もらいまして、うん、ずっと生活してたんですよ、うん、もう住宅ローンも組んで、うん、で全てもう何、うん、でしょう、まあ、もう基盤があったわけなんですが、はいはいまあ、ある一本の電話がきっかけになり、うん、あ父からのですね、うん、でそれでちょっと考えるようになりまして、うん、やっぱりこう沖縄のお菓子の家に生まれた人間として私にしかできないことってなんだろうって考えた時にはいあのじゃあ私にしかできないことやっぱりもう父の代でもうお店を閉じる、うん、はい、うんあのこういう流れになっちゃうんですね、うん、私妹がいますけど、はい、妹はもう、はい、仕事がありましたし、うん、でじゃあもう私しかいないなって勝手に思い込んじゃって、うん、でそれであのもう主人もあの IT 関係の IT マネージャーしてたんですけど、はい、そうですねそれも仕事も辞めてもらって家族総出で、うんはい、民族の大移動のような感じでもう本当にスーツケース持ってあの那覇に戻ってきました。であすいませんね話長くなってしまって大丈夫ですよ大丈夫ですよ、はい、であの8年前に戻ってきまして、うん、でそれでそこからこうお菓子と初めて向き合った時に、うん、やっぱり比嘉さんのような方が大勢いらっしゃってあ戻ってきてくれてありがとうっていう、うん、あのこれからも頑張ってね、うん、あなたたちのお菓子は私たちの誇りだからっていう、うん、すごく嬉しい言葉をいただいて、うん、もう本当に接客しながら涙が出てくるような感じで、うん、そういう言葉をいただけるって本当にありがたいなって思ったんですよね。でそこからはいそこからこういうあのアソートですとか、うん、先ほど あの、はい、クエスチョンにあったようにあの若い方ってほとんど知らないんですよね実は、はい、うちの伝統菓子を、はい、こういう伝統的なお菓子が沖縄に存在するのに知らない、はい、じゃあどうやってきっかけを作ろうかって考えた時にこういうあのちょっとおしゃれな手土産で、はい、いろんな種類のアソートを作ってみたりとかあとチョコレートとはい、あの私も比嘉さんも大好きなタイムレスチョコレートさん、うんはい、チャターにありますが、うんはい、そことコラボしてみたりとか、うんうん、あと今家島さんのラム酒と冬瓜漬けと、はい、あと県産のシークワーサーと冬瓜漬けというふうにコラボしたりとか、はい、もともと冬瓜漬けっていうお菓子自体が素敵っていうか、はい、もうしっかりしてますので何とでも合わせられるんですよね。こうはい、で県産の素材を使いたいっていう気持ちは、うんうん、あの常にありましたので、はい、そういう流れになったんですね、はい、で本当にもうこれがきっかけとなってあの元のあこういうお菓子もあったんだっていう、うん、な原点に戻ってこう窓口といいますかそれでこういう歴史があってこういうあの営みうんうんうん、があったっていうのを知ってもらえればと思ってこうモダンなスタイルにしました、はい、一番シンプルって一番大変ですよね本当に本当にシンプルにつきますよね、うんうん、何も加えてない、うんうん、何も何でしょう足してない、うんうん、本当にいいさじ加減で、うん、足し算と引き算ができてる気がします、うんうん、はい。なのにあの濃厚なお味っていうのが本当にもうこれも食べてみないと本当にわからないんですけども、ね、ぜひ食べてもらいたいんですけども、はい、皆さんにぜひ持ってきましたので後でぜひやったー
ね、ありがとうございます。はい、薄くスライスして、うん、はいはい、ちびりちびりいただくの、うん、ことがあの、はい、あれなんですけども、うん、本ね、はい、あのそうなんですけども、はいはい、あ、ぜひぜひちょっと割って、はい、どうぞどうぞ、まあ、いや、ありがとうございます、はい、嬉しいです。後ほどじゃあスタッフにもいただきたいと思うんですけども、もし、あ、はい、はい、後ほどどうぞ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあツインキャスの方からコメント来てますね、ありがとうございます。ですね、ポコ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 行きましょうかね。キッパンはマーサンドということで、ジュンさんありがとうございます。タロスケさん、ですね、のほん、皆さんこんにちは。今年初めて百貨店で泡盛倉庫を体験しました。日賀さん、ちーちゃん覚えてますか？ちーちゃんちーちゃん、ちーちゃん覚えてるかな。どのちーちゃんでしょう。どのちーちゃんかな。タロスケさん分かりますかね。ありがとうございます。ですね、百貨店、どこの百貨店だろう、まあ、池袋かな。新宿伊勢丹か東武百貨店か、まあ、京都も新宿、まあ、京都下さんもあったので百貨店池袋かな。ありがとうございます。ちーちゃん、うん、ありがとうございます。ナナポンタさん、そしてサボさんもありがとうございます。じゅんさん、青森倉庫でいただきました冬瓜漬けマーベラスということで、うん、うん、で東の強いところはキーマーなところ、あー、ケーマーですね、ケーが濃いってことです。はい、ありがとうございます。そうなの、なんで比嘉さんってそこれ回転数って私全然キーマーが分かんなかったんだけど、ケーマーって言いますね、キーマーとかケーマーって、あ、ごめん、初めて知った、沖縄の言葉で、あ、ケーマーはしてたんだけど、それをちょっとなんか変えてキーマーって言って、キーマーっても言いますよ、キーマーとかケーマーとか、びっくり。結局2時まで飲んでしまったということで、はい、はい、ありがとうございます。冬瓜漬けいただいたんですけども、皆さんもぜひ、じゃあ、久野さん、場所と住所と連絡先教えてもらってもいいですかね。あ、はい、ジャハナ吉飯店は、ですね、住所、はい、那覇市松尾 1-5-14、電話番号が 098-867-3687 でございます。はい、那覇高校からいらっしゃる方は、はい、国際通り向けに車を走らせていただきまして、はい、目印は大田靴店さんが迎えにございます。はい、そこの前ですね、うん、はい、ご注意していただきたいのは、はい、振動と急動ができてしまいまして、ああります、ね、はいはい、昔の松尾消防署通りと言われている、はいはい、もう松尾消防署がなくなってしまったんですが、うん、はいはい、その急通りの方にお車走らせていただいて、お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、那覇市松尾 1-5-14、松尾消防署の旧通りの方ですよ ね、うん、そうですね、はい、国際通りから行きますと上に登っていったら左手にありますね。す、はい、連絡先が 098-867-3687 098-867-3687、定休日が毎週日曜日で、祝祭日は通常通り営業ということで、時間が朝9時半から夕方の6時まで。で、久野さん、こちら全国発送も、ね、はい、もちろんです。やってるということで、はい、ぜひぜひ皆さん、まずね、試食とか、はい、できますかね。はい、はい、もちろんです。ぜひ皆さん行ってみてください。はい、今日は久野さん、ゲストに来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。日賀さんも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。またぜひ、はい、ね、来てくれ、またね、はい、日賀さんとお二人で来てくれたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、喜んで、教えてください。はい、ありがとうございます。酔うだけではもったいない泡盛の世界でした。ではコマーシャル。今何時？まだ10時やっさ。どっか空いてるかな。離れが10時から昼飲みやってるよ。マジな？あのはみ出るハラミ丼のとこな。場所まよ。あまよ、くもじの川沿いの古民家よ。あまよ、鶏そばってデージうまいラーメンもあるし、つまいもデージになってるぜ。あっち朝6時までやってるのに昼飲みもやってるわ。だるぜ、しかも定休日ないぜ。じゃあ21時間営業だば。じゃあ離れで決まりだな。昼飲みやってる離れ。問題、1たすには3。いいえ、1たすにはジスタス。ジスタスは健康、美容、リラクゼーションが楽しめるフィットネスクラブ。那覇、浦添、三郷の3店舗であなたの生活に健康を足し算しちゃいましょう。詳しくはジスタスで検索、または098-868-0758までお電話ください。1たす2たすジスタス。あー、絶対あー、絶対 Wait
ジオ。12日木曜日午前11時35分に、ね、を回りました。ミスチルタイヤが FM 那覇沖江通りスタジオから生放送でお送りしています。さて後半ゲストがまた一組来ております。島袋さんお久しぶりですね。どうもこんにちは皆さん。中がぐすうよお久しぶりです。ぐすうよなんだっけ、ぐすうよ中がなびら、ありがとうございます。それをね聞かないと。ありがとうございます。そうなんですか。そう、それ僕そんな感じでしたっけ。そんなイメージがあるんですよ。いつもそれを言ってくれるっていう感じで。あの島袋さんは毎週火曜日、夜8時からこの FM 那覇で、大人の放課後トークスレッドっていう番組のパーソナリティですけども。そうですね、はい、最近僕出てないんですよ。あ、本当ですか。はい、東京にいまして。あ、もうなるほど、ありがとうございます。ごめんなさい本当にもう日賀さん、今日、あ、日賀さんに間違えました。島袋さん今日ははいはい、この告知に、はい、告知に来てくれたということで、はい、純粋に 100% 告知に参りまして、はい、存分に使ってください、時間を。今週日曜日もうあと3日後に迫ってまいりました、2017年10月15日日曜日ですね、3月にこの番組でもお話ししたことがあるんですが、はい、3月に予定していた、グスクロックフェス中止になってしまったんですね。あ、はい、はい、中グスク城後で、はい、開催予定だったフェス、ロックフェスだったんですけれども中止になりまして、はいはい、でまあ、とはいえそのまま終わらせるのはもったいないよねということで、うんうん、その続き、うん、まあ、そのなんていうんですか、大きくやれる次、うん、大きくやれるかはまだわからないですし、うん、はい、まあ、僕らは常にそれ模索してはいますけれども、はいはい、まあ、そんな簡単でもないので、あれぐらいの規模になると一回中止になってしまうと、次もやすぐやりますとなかなか言い難い、ね、延期って難しいですよね。そうですね、うん、なので、うん、まあ、ひとまずちっちゃく、うんうんうん、あれほど規模は大きくはできないけれど、もう少しその、はい、コンパクトな感じでやれたらいいなということで企画した、うんうんうん、グスクロックイズノットデッドというイベントを今週の15日、はい、うん、今週末の15日ですね、はい、日曜日ですね、日曜日に開催いたします。おお、すごい、はい、ありがとうございます。あんな大きいイベントを3月にやって、はい、でまたメンバーを集めるってすごく難しいと思うんですよ。それがですね、うんうん、やっぱり皆さんすごくミュージシャンの方々気にしてくださっていて、はいはいはい、ものすごく協力的にやってくれてですね、はい、はいはいはい、はい、なるほど、うん、ものすごく協力的に、手伝ってくれていて、はい、はい、もちろんスケジュールが合わないとかもいろいろあったんですけれども、うんうん、はい、むしろ一番シャオロントゥーザスカイのスケジュールが合わなかったというです、ね、あ、なるほど。一番のメインのシャオロントゥーザスカイが、はい、うちのバンドが、うん、まあ、うちのバンドって僕あのシャオロントゥーザスカイというバンドのマネージャーをやっているんですけれども、はい、はい、うちのスケジュールが一番合わなかったんですね。なるほど、なるほど、はいはい、もう皆さんすごくすぐに頑張ってくれて、うん、いやもう、はい、うちはいつでも協力しますよって皆さん、バンドの皆さん言ってくださって、はい、そもそも、運営の方から入ってくださって、はい、手伝ってくださってるバンドマンもいてですね、うん、ミュージシャンもいてですね、はい、すごく、僕らだけではなくて、うん、いろいろ助けられながらまた開催することになったんですけれども、はい、はい、すごいですね。まあ、とはいえいくつかバンドは数は多いので、はい、まあ、本当はもう少し早くできたらよかったんですけど、少し間は空いたんですけれども、はい、まあ、でも秋の涼しい、うんうん、そうですね、はい、感じなんでちょうど集まりやすくていいんじゃないかなと思うんですけれども、うんうん、まあ、それ場所がですね、はい、実はこの FM 那覇のスタジオ、こちらはイベントホールがありまして、はい、そちらの方を使わせていただけることになって、うんうんうん、まあ、僕が番組をやらせてもらっているのと、あと魂さんも、シャロン・ズ・ザ・スカイボーカルの、はい、魂こと遠山貴文もよくこの、はい、FM 那覇のね、うん、ミッシーさんの番組にも呼んでもらったことが、はい、うん、あるんですけれど、はい、彼自身もよく出演していてゆかりもあるので、うん、まあ、ぜひじゃあやらせてもらえるんならやってみようかっていうことをずっと探っててですね、うんうんうん、まあ、ただこれだけのミュージシャンの数、12バンド12組出るんですね、今回12組、はいはい、すごいですね、出るんですけれども、はい、だとちょっと時間が
長くなってしまうし、うんうん、2ステージやりたいよねってことで、うんうん、同じ OK 通りにあるライブハウスバンターハウスさんの方でもお願いするということになりまして、はい、もうすぐ目と鼻の歩いて3分、まあ、5分かからないぐらいですね、かかんないですよね、はい、ですね、の場所で、うんうん、はい、FM 那覇の方とバンターハウスの方で、はい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 、デュアルステージといいますか、はい、2つの、2会場連動させて、はい、開催することになりまして、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあここでシャオロントゥーザスカイの歌をバックに流しながら、はい、はい、お願いします。聞いてください、愛の歌。お、愛の歌、アイカル好きなんですよ私。そうですか、はい、昨日、はい、ですね、カラオケで、カラオケ使う私お店で、お客さんとなんかこの歌を歌いたいって言って、はい、全然お客さんにシャワロン・トゥ・ザ・スカイも愛の歌も知らないお客さんに、はいはい、愛の歌って歌った瞬間に、あ、知ってるって言われたんです。ありがとうございます、はい、この歌はですね、はい、まあ、他局さんのラジオ局さんの時報、そうです、うん、はい、ジングルに使っていただいてですね、うんうん、幅広く愛していただいてるんじゃないでしょうか、沖縄県民の方に。いや本当にそう思います、うん、はい、昨日カラオケで歌って、結構音程が多分私に合ってると思うんですけども、島袋さん歌ったことあります？あります。お、どうですか、はい、僕合うんですよ、僕魂さんと キーが一緒なんですよ。あ、そうなんだ、じゃあちょっとお願いしていいですか、はい、いやお願いされませんよ何言ってるんですか、あれ曲下げたんですけど何よ、僕ね、この間実は、はいはい、つい一昨日、はい、歌ってたんですよ。あ、本当ですか、はい、うん、シャオロンのマネージャー、本当自分たちの歌歌ってるけどめんどくせえなとか思われてるはずなんだけど、うざいなとか思われてるんだろうけど、まあでもいいんですよ歌ってるんですよ僕は思わないけどな、僕実は魂さんの前でも歌ったことがあるんですけど、うんうん、まあそれはそれとして、はい、2日前に某バーで歌ってたんですけど、私昨日行ったそこ、そしたらね、それをメグっていうね、ツーサイドワンブレインっていうバンドのメグってやつが、今回出る方ですか、今回出ないんですけど、手伝ってくれてるんですけど、はい、隠し撮りしてやがって僕が歌ってる姿を魂さんに送ってやがったんですよ。見たい見たい。魂さんもね、いい加減ね、島くんちょっとなんか愛してくれるのはいいけど、うん、ちょっと鬱陶しいんだよなこのマネージャーって思ってるんじゃないかな、思ってないわなんだ今それを言われたのかと思った、思ってないですよ。バンドのボーカルを差し置いて歌うマネージャーって何事だ、全然いいと思います、愛を感じますけど愛しか感じませんけども、そうなんですよ、まあでも僕この歌本当好きで、うん、名曲だと思いますし、あの歌詞も昨日初めて聞いたお客さんが、はい、ずっと歌詞を聞いてて、うん、あ歌詞もすごくいいね、覚えようって言ってその場でダウンロードしましたよ。そうですか、ありがとうございます、うん、本当にありがとうございます。はい、お名前は存じ上げませんが本当に奥ちゃん、奥ちゃんって言ってあげて、奥ちゃんさん感謝しております今生で聞いてくれてるので、あ本当ですか、はい、本当ありがとうございます。ぜひライブの方もいらしてください。そうです、今かかってる曲、はい、シャオロン・トゥ・ザ・スカイの愛の歌が今度の10月15日日曜日、ここ FM 那覇で、生をグスクロックフェスのなんていうんですか、ライブです、ライノットデッド、あグスクロック is not dead、うんうん、グスクロックの魂は死なねえってことですね。へー、はい、ノットデッド is not dead、 そうですね、心配してもらったのでグスクが中止になった時に、うんうん、なので、グスクは死んでませんと、そういうことを皆さんにお伝えしたいなと思ってこの名前にしました、はい、なるほど、はい、素晴らしいです、グスクロックは死んでませんよ、うん、皆さんその通りですね、はい、その今回 の, その3月のが中止になったということで、今回10月の15日日曜日に、はい、FM 那覇とそして沖江通り沿いにありますバンターハウス、はい、この2箇所 で, そうです、ね、行われるんですけども、はい、ちょっと時間帯がでもずれてますよね。そうです、こちらですね、チャージの方1500円いただくんですけども、はい、あと別途ワンドリンク500円ですね、ほいほい、で高校生以下が500円、なるほど、で小学生以下無料なんですけれども、はい、でそのチケット一つでですね、うん、FM 那覇とバンターハウス両方を行き来してもらうことが可能です。え、1500円でってことですか。1500円です。あ、なるほど、はい、はい、これはその感謝の意味も込めてですね、うん、お詫びって言ったらちょっと言葉があれなんですけれど、はいはい、楽しみにしてくださっていた方々皆さんにちょっとお礼がまだできてないし挨拶もできてないので、うんうんうん、値段を安くしてですね皆さんが集まりやすくして、はい、来ていただければなと思いまして、はい、ちなみに1500円、はい、このラバーバンドがつきます。おー、わーすごい、かわいい、しかも色が好きです。しかも結構ラバーバンドっていうともう少しこの半分の大きさっていうか感じるんですけど、何センチぐらいありますか。あ、でもこれ結構スタンダードのやつだと思うんですよ。あ、本当、はい、結構大きいと思いますけど、これつけてるとすっごい目立ちますね。そうですね、ラバーバンド、このブルーを基調にしてちょっとグレーとこのマーブル模様になって、はい、グスクロックフェス、グスクロックフェスと入ってます、はいはい、これは今回の
10月15日のためだけのですか。いや、これ3月に用意してたんですけど、なるほど、はい、はい、余ってましてだいぶまあ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 、まあ、うん、はい、はい、なのでそのなんて言うんですか、うん、何がお礼になるかなって言った時にもちろんライブを見せるのが一番、ミュージシャンなんで、うんうん、一番なんですけれども、まあ関連グッズを、まあ、大放出しようと、うんうん、まあ、そこを僕たち貯めてもしょうがないんで、うんうん、あのぜひ皆さんに。なるほど、はい、じゃ実際はそのラバーバンドはこのトミ、グスクロックフェスの時にグッズとして売っているものを、そうですね、今回は入場料の1500円に1人1個つけるっていうことですよね。これ自体500円します、実は。おお、はい、もうその時点で。そうなんです、しかも500円で売ってて、うん、はい、実はですねこれ結構原価率高いんですよ。だと思いますよ、はい、本当にしっかりしてますよね。そうですね、うん、そもそも、はい、そう、なんていうんですか、皆さんに身につけていただければと思って500円っていう値段設定してたんですけれども、うんうん、さらにそれをプレゼントするということで、すごいです、まあ、プレゼントっていうかこれがチケットなんですよ、うんうん、あ、なるほど、はい、これをつけていただくと両方の会場に入っていただけるんですね。はい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 、はい、だから、うん、あのこれ恥ずかしいからちょっとつけるのやめとくわって言ったら入れませんからね。入れないってことですよね、はい、恥ずかしいって言ってまずいないと思うんですけども1500円でチケットだけでもラバーバンドがつくので、まあ、大体1000円でもう聞けるってことですよね、まあ、ほぼ実質1000円、うん、だから高校生以下に至ってはもう実質無料ですね。そうだそうだ、はい、ちなみに小学生以下は無料となってますので、はい、日曜日なので家族でね来れると思います。あの、そうですね、うん、なのであの、うん、バンドの出演ミュージシャンの中にもキッズバンドがいたりですね、はい、はいはい、あのキッズフレンドリーなイベントをそもそも、うん、まあ、キッズフレンドリーってあの子供が来やすいイベントをそもそもグスクロックは目指していてですね、はいはいはい、今回もその方針は引き継いでいて、うん、その姿勢は受け継いでいて、うんうん、で子どもたちが集まってで、まあ、沖縄の音楽に触れてもらう機会になればいいなと思いまして、うんうんうん、魂さん自体がですね、はい、あの子ども好きで子煩悩だし、うん、だし、うん、保育園の子どもたちと一緒にコラボレーションをして愛の歌を歌ってたりとかですね、そういうのを、はい、よくやってたりするんですよ、はいはい、うん、なので僕らもとしてもやっぱりその、はい、グスクロックフェスっていうものを通して沖縄の若い子たちを含め子どもたちを含めた若い世代に対してその交流したり自分たち自身が交流したりとか音楽を通じて、はいはい、で沖縄にはこんな素晴らしい音楽があるんだっていうのをもっともっと広く知ってもらって、うんうん、これからまた未来に沖縄はやっぱりすごい豊かな音楽文化を持っているのでそれがどんどん広がっていけばいいなっていう思いがあるので、はい、小学生以下無料にして、あ、なるほど、はい、家族連れで来ていただけるようにしております、うん、はい、ありがとうございます、はい、10月15日日曜日、うん、FM 那覇が、オープン12時ですね、はい、でスタートが13時になります。はい、はい、そしてでそこから1、2、3、5番、6番ド、はい、6バンド、こちら大体終わりがですね16時半ぐらいになるんですけれども、うん、あのバンタハウスの方、はいはい、ステージの方がですねオープン14時半スタート15時になります。はいはいはい、で、なるほど、一応説明しておくと、うん、FM 那覇のラストのステージがシャオロントゥーザスカイなんですけれども、はい、シャオロントゥーザスカイを見るとバンターハウスステージのトップバッターは見れません。そこが被ります。そうですね、被りますね、はい、そうですね、この一瞬だけ被りますかね。そうなんです、うんうん、残念なんですけれども、うん、まあまあまあ、はい、ちょっといろいろまあスケジュールの事情もあったので、まあ、それはしょうがないと思います、はい、で、3時からスタートですけれどもこの後、はい、シャオロントゥーザスカイが4時半ぐらいに終わりましたら FM 那覇は4時半に終わりまして、うん、でバンタハウスの方がスタート15時でだいたいこちらが18時半ぐらいに終わる予定ですね、うんうんうん、はい、あでも6時半からスペシャルユニットしてみんなが集まって、そうです、みんなが集まってなのか、うん、まあ本当に全然関係ない人たちが集まるのか、うん、もしかしたらお客さん舞台にあげたりするかもしれませんよ、はいはい、これはもう分かりません。夜の7時ぐらいまでバンタハウスの方で盛り上がるってことですね、はい、とはいえきっちり後ろを詰めてるわけじゃない、決めてるわけじゃないので、はいはいはい、はい、なるほど。ちょっとじゃあ島袋さん、これ全バンドの名前を教えてもらってもいいですかね。わかりました、はいはい、FM 那覇の方から、そうですね、順番に、はい、FM 那覇の出演順、こちらですねフライヤー間に合ってないんですけれども、はい、まず13時スタートになっておりますが、トップバッター12時45分にですね、はい、オープニングという形で OBP 沖縄美少女プロジェクトというアイドルグループにまず出演していただきます。美少女みたい、はい、こちらですね、うん、急遽決まりまして、3日前に決定したんですね、はいはいはい、なので、フライヤー告知等々まだ間に合っていないんですけれども、うんうん、12時45分から OBP の方に出ていただきます。そして順番に行きます、うん、13時からキカチオ、こちらは千葉の辰巳くんというミュージシャンの、ファミリーバンドです、キッズバンド、はい、で、今話題沸騰中直木屋ですね、はいはい、で FM 那覇での番組をされている新垣弘子さん、はい、で、メカルジーンというバンドがありまして、はい、メカルジーンの
メカルジンというのはメカルジンさんがやっているバンドなんですけれども、うんうん、今回はメカルジンさんお一人でアコースティックバージョンでいらっしゃいます、うん、はい、そして、栄町の優ですね。栄町を一躍有名にしたマルチーズロックさん、おー、はい、そして、手前味噌なんですが我らがスーパーヒーローシャオロン・トゥーザ・スカイが出ますマネージャーの鏡だな本当にも、はい、そしてこちら、FM の86ちゃんに終了しまして、うん、デバンターハウス13時からに、あ、15時からに移ります。まず、沖縄ロカビリー界のもうこちらもスーパースターですね、ザ・ジャンキー・ジャップ・ドッグス、うん、はいはい、こちらのドラマーのムーさんには今回の運営も一緒に、手伝っていただいております、うんうん、で同じくこちら FM 那覇で番組をされている、下から目線で中華なびらですね、お、はい、これ実は大人の放課後トークスレッド、うん、20時あの火曜日の20時から僕らなんですけれども、うんうん、21時から下から目線で中華なびらという番組がありまして、はいはい、そちらの Q ちゃんですね、Q が率いる975というバンド、はい、Q ちゃんも一緒に運営手伝ってもらってます、はいはい、でこちらも今ね、直樹もそうなんですけど、飛ぶ鳥を落とす勢いといえば県内で、はい、重いトランスさんですね、はい、ガールズバンド3人組、重いトランスさん、はい、3人のもうガールズバンド、はい、あのイベントで週末のとかのイベントで、うん、見ない時がない、見ない週がない、最近こちら沖縄の方たちですか。もちろんです。ああなるほど、はい、あの、はい、すごい音楽がしっかりしててですね、もうそれもたまらないんで、うん、はい、で37度モノクロームさん、こちらも、魂さんが惚れ込んで、誘ってグスクドックの方にですね、で今回も引き続き出ていただけるということで、はい、で先ほど名前が挙がった Q ちゃんですね、うん、975と同時にアコースティックでもちょっと歌わせてくれということで、はい、立っての願いだったので、うん、もちろんこちらとしても嬉しいんでぜひにということで、 Q ちゃんがアコースティックバージョンで、昔からバンドメンバーで同じ、同じバンドにいた、相方と一緒に2人ユニットで、はい、アコースティックをバージョンの歌を歌います、はいはいはい、で、鳥ですね、ザ・フォー・フラッグス、こちらは、うん、はい、もうキャリアも長くなってきたんですけれども、はい、歌舞伎というバンドと琉球フリースタイルというバンドの2組から、ボーカルの洋平くんが、うんうんうん、あの声をかけて、はい、ガッチャンコしたバンドなんですけれども、はいはいはい、もう彼ら超上手くて、へー、ザ・フォー・フラッグス、もう彼らの演奏はね、うんうん、超ですよ、必見です、はい、まだそんなにライブを重ねてないので、うん、結成間もないというか、まあ、1年ぐらいなので、うんうんうん、まあ、見られる貴重な機会でもあるので、うん、ぜひ ザ・フォー・フラッグスとしては短いですけども、はい、この各バンドとして各バンドのキャリアはもう、うん、僕同い年なんですけれども、ね、何人か同い年、うん、何人か、まあ、同世代なんですけど、はい、もう20年以上のキャリアを持っているのですでに、うまいですし、うんうん、メロディーメーカー本当にはい、かっこいいんですよ。この間改めてね、うん、番組でも流したんですけど、はい、かっこよかった、爆音で弾きたいバンドなんで、ぜひ皆さんいらしてください。そしてそしてそして最後にスペシャルユニットと称してですね、はい、こちらはもう何も言いませんけど、ここでしか絶対見れません、そして多分伝説になります、うん、そういうメンバー集めました。本当ですか？もうそれは島袋さん知ってるってことですもんね。もちろん僕が集めたんで、出なきゃそんなに自信持って言わないですもんね。もうあの、うん、これはねすごいですよ。ちょっとだけでもヒントちょうだい。出しません全員沖縄の方ですか？うん、あ、それも言わない方がいいかな。そうなの？うん、僕コート決めたら絶対言わないですよ。ああ、いや、いいんですけども全然、はい、分かりました。それが最後の、バンターハウスの夜7時ぐらいですかね。いや、6時半ぐらいにはもうおそらく始まると思います。うん、あの、ちなみにこれマジで言いますけど、うん、二度と見ることはできないでしょう。うん、なるほど、はい、まあ、そうじゃなくてもそれこれだけのメンバーが集まってますので、そうですね、それだけでも必見なのにさらに。そうですね、スペシャルユニットがあるということで、はい、あのスペシャルユニットだけ見るために1500円僕全然払いますね。あ、なるほど、それだけでも価値があるっていうことですね、はいはい、ありがとうございます。10月19日日曜日、今度の週末ですね、FM 那覇とバンターハウスにて、グスクロックイズノットデッドっていうイベントがありますけども、はい、それの告知に島袋さんに来てもらいました。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。皆さんぜひよろしくお願いいたします。いたしくにげさびら。これチケットは当日、当日のみです。そうですよね、一般当日1500円、両方、はい、まあ、そもそも前より出してないんですけれども、うんうん、はい、当日1500円でお願いします。これ例えばバンターハウスの方が時間でバンターハウスの方から行きたいっていう人も必ず一旦 FM 那覇に寄る感じですか？そんなことないです。両方に受付作っておりますので。なるほどなるほど、はい、よろしくお願いします。じゃあ FM 那覇でもバンターハウスでもどっちでも帰るということで、どっちでも、はい、入場可能ですので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 あとですね、大事なことをすいません。大丈夫ですよ。 FM 那覇のスタジオの前に広場があります。あ、こちらの方で出店します、うん、出店、串カツ屋さんとですね、
ちびかつ三丁目、あ、ちびかつ商店三丁目さんと、うんうん、FM 那覇の隣にある随所さん、肉どころ随所さんですね、うん、が出店していただくことになっております。はい、串カツと随所さんは、牛丼と牛煮込みカレー、牛すじ煮込みカレーかな、カレー、はい、大好きが出ますので、うん、本当ですか、ぜひ皆さん、はい、ドリンクも各種揃えてお待ちしておりますよ。はい、ありがとうございます。島袋さん、これは表でこの飲食も出るってことなんですけども、もちろんドリンクはお酒も飲めますか？もうビールからハイボールから、わあ、やった、チューハイから、はい、お茶まで、お茶まで、はい、ソフトドリンクまで、皆さん何が飲みたいんですかね。もうあのね、うん、何でも買ってきますよ。はい、やった。あの、しかも今回採算度外視なんで、うん、あのお安く提供しますので。ああ、そうなんですか。はい、その辺の居酒屋行くよりはうちに来てもらった方がいいと思います。ああ、なるほど、はい、もう時期的にも本当にこの時間帯、あ、そっか、お昼ぐらいから、そうですね、もう涼しくなってると思いますので、はい、多分、はい、ただクレーム来るので、あんまり大騒ぎ、外ではね、うんうん、中で大騒ぎしてください。なるほど、なるほど、わ、はい、かりました。この FM 那覇でこういうイベントをするの多分初めてだと思うんですけども、だと思います、ね、なのですごく楽しみにしてます。島袋さん、はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さん日曜日お会いしましょう。はい、ミスチルでタイヤが、1時間お付き合いいただきありがとうございます。また明日この時間、金曜日午前11時にお会いしましょう。またん、あちゃーやーたい。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。今回いつまでいるんですか？終わったら帰ります。あ、本当に？火曜日に帰ります。あ、火曜日に、はい、忙しいな。今日もありがとうございます。じゅんさん、ツイキャスからじゅんさんと、あ、そうか、あ、ごめんなさい、裏ミスチーです。そうです、そうです、じゅんさんと、ななポンタさん、ありがとうございます、いつも褒めてくれて、そしてサボさん、タロスケさん、ちーちゃん覚えてますかって、比嘉さんがね、どうかな、覚えてたかな、拍手もありがとうございます。そしてライチさん、ありがとうございます。ぜひ青森倉庫行ってみてください。そして以上かな、カズマさん、そしてタツさんもお茶ありがとうございました。ということで、島袋さん、10月15日は私も来ますけども、はい、楽しみ、ビール片手に、はい、もういっぱいあのビールマジでいっぱい出して、そうなんだ、すごい楽しみなんだ、はい、しかも昼から飲む、そうですね、うんうん、直木屋さん見たことないのでぜひ見たいですね。あ、もう直木屋すごいですよ、うん、へえ、そうなんだ、はい、もうしかも今回ちょっと長めに、うんうん、まあ、ワンマンとまではいかないんですけど、うんうん、ぐらい時間を取ってあるので、お、直木屋さんは大体一組 どのくらいですか、時間、まあ、ちょっとばらつきはあるんですけど、うんうん、直木屋さんは大体30分ぐらいですね。お、すごいですね、30分もあったら結構見れますね、はい、そうですね、まあ、5、6曲聴けると思います、うんうんうん、そして毎週火曜日の午後1時から番組を持っている荒垣ひろこちゃんも、はい、こちらで、そうですね、キーボーピアノと一緒に、そうです、そうです、ですよね、はい、やりますよね、楽しみですね。そして、FM 那覇の鳥がシャオロントゥーザスカイで、そうですね、楽しみにしてます、島袋さん、はい、ありがとうございます、はい、今日はありがとうございます、こちらこそ、ういっす。